ちゃ
んなもんついてるわけないじゃない。こっちの大陸初めて来たのに。だったらどうして自信満々に先頭を歩いてるんですか。いいじゃないの別に。勇者なんて適当に歩いてればそのうち見つかるわよ。まあ二人とも静かに。うん、竜太のくせに私に命令する気？そうじゃなくて、ほら、あれ。わわ、モンスターの群れですか？なんだ、あのくらいのモンスター、ビビることないでしょ？いやいや、あの量はちょっとまずいっすよ。おとなしくやり過ごした方が。あれはお前たちの獲物か？いや、面倒なんで戦闘は避けようかと。なら、俺がやらせてもらう。あ、なあ、ハンター！敵全体に強い電撃の呪文。あの群れが一瞬で攻撃呪文も使えるんですか。少しはやるみたいじゃない。上がったか。このレベルなら十分だ。城に戻って準備を整えるか。あ、待ちなさい。私はあんたに用事があるのよ。遊んでいる時間はない。魔王を倒さなくてはならなくなったんだな。魔王？あんた魔王の居場所知ってんの？私にも教えなさい。一瞬で城に帰還する呪文。な、何無視してんのよ！こら！今回は妙にマジっぽかったっすね、あの勇者。城に帰る呪文ということは、せっかく追いついたのにまた逆戻りですね。ああ、もう急いで追いかけるわよ。急いで探すわよ。今度こそ逃がさないんだから。どこにもいないっすね。ほとんどの場所は探したと思うんですけど。また逃げられたっていうの？おい、お主たち、ここをどこだと思ってのんきに立ち話をしておる。何よ、モブのじいさんは黙ってて。あ、そうだ、じいさん、勇者がどこ行ったか知らない？モブ、無礼な娘じゃな。わしはこの国の王様じゃぞ。王様が何よ、私は絶対神よ。何、その絶対神とやらは王様より偉いというのか？ややこしくなるから少しシュシュは黙っててくださいね。で、勇者の居場所はご存知ないですか？勇者殿はつい先ほど魔王城へと立たれたが。うわー、やっぱり入れ違いに。でも逆にチャンスかもしれないっすよ。魔王城に行けば勇者と魔王が一緒にいるんすから。お、たまにはいいこと言うじゃない。じいさん、その魔王城ってのはどこ？それは隣の大陸。いや、この間突然つながってしまったんじゃったか。元隣の大陸のこの辺りなのじゃが、まさかお主たちも魔王を倒しに行くのか？まあそんなところです。ならば急いで向かってくれ。勇者殿といえどたった一人では魔王に勝てるかどうか。頼む、
勇者殿と共にマナ娘のシャンディを助けてくれ。シャンディ、どこかで聞いたような。ほら、あの子っすよ、勇者と一緒にいた水着の。水着、お姫様だったんですね。お姫様なのに水着で外を見つくって。ちょ、お主たち、さっきから水着水着って何のことじゃ。いえいえ、こっちの話です。じゃ、魔王城に行きましょうか。じゃあね、じいさん。ま、待て、何なんじゃ水着って。それがどうしたのよ。どうしたって聞かれちゃうと困るっすけど、そのほう、竜とは欲望に忠実な上にちょっと変態さんですね。留守中の女の子の部屋を漁りたいだなんて。言ってない、そんなこと言ってないっすよ。じゃあ興味ないんですか。ないですかって聞かれちゃうと、それはそれで否定しづらいというか。なあ、もううじ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 男らしくないわね。入りたいなら入ればいいじゃない。ほら。ああ、シュシュ様、ダメっすよ。し、仕方ないっすね。ご主人様が入ったら下僕としてついていかないわけにはいかないし。キャッホー、やれやれですね。うわあ、これが女の子の、しかも現役お姫様の部屋。で、どうすんの。ベッドの匂い嗅いだり、タンス漁ってパンツ持って帰ったりするの。しませんよ。それじゃ変態じゃないっすか。僕はこうやって眺めてるだけで満足っす。それも十分変態さんだと思いますけど。あれは机の上に本が一冊。日記だ、日記に違いない。あいつの中で日記はセーフなのかしら。手順が全然わからないです。丸月末日、長い間ドラゴンに捕まっていた私を勇者様が助け出してくれた。その日は勇者様と宿屋に一泊、お店のご主人に冷やかされる。散文的な日記ですね。ただその日の出来事をまとめましたって感じね。丸月丸日、無理やり水着を着させられて外を歩かされる。丸月星日、今日も水着で連れ回される。助けた翌日から水着、しかも連日で。寿司金入りですね。あ、こっから長文になってるっす。え、何よ、早く読みなさいよ。どうして勇者様は男なんだろう。もし勇者様が女だったら、欲を言えば二十歳くらいの麗しいお姉様で、黒髪ロングでバスト90以上のスタイリッシュな方だったら、どのような恥ずかしめも耐えられる。もとい快感に変わればいうのに。あの、女の人ってみんなこんなこと考えてるっすか。お姫様が特殊なだけです。ひとくくりにしないでほしいです。まあ
余計な時間食っちゃったわね。ほら早く魔王城に行きましょう。ヒーも姫様って感じでちょっと不安だったな。あら可愛らしい。